じめまして、デビューチャンネルをご覧の皆さん、武田里奈です。ついにこの取材が来た後、すっごい今日ドキドキしています。実は私も小学生の頃からデビューさんずっと読んでいて、月に5冊以上買うというぐらい愛読していました。私もずっとこの世界に入りたくて、お芝居がしたくて、オーディション何十回何百回と受けて、こう今やっとこの世界でお仕事させてもらえています。なので私が唯一言える一言は、本当に諦めないで続けてほしいなと思います。私も最初読んでた頃は、私がデビューなんかできるんだろうかとか不安に思ったこともあったんですけれども、この雑誌のおかげで私はアクション女優という道にたどり着けたので、本当に皆さん、これをご覧になってる皆さん、諦めずにとことん続けてほしいなと思ってます。なので今勇気がない方、自信がない方も、まず一度でいいのでオーディションを受けてみてください。そしたら自分の新しい道が切り開けると思います。はい、でそんな私が出演させていただくぬいぐるま Z という映画がですね、1月25日に新宿バルト9ほか全国ロードショーです。そうですね、アクション映画なんですけれども、ものすごく愛の詰まった作品で、特に女性の方に見てもらいたいなと思えるアクション映画です。ぜひ皆さん劇場でご覧ください。ありがとうございました。